カモンマテリアル。マテリアルの坂上五郎です。マテリアルのアリです。カモンの日浦です。よろしくお願いします。この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくルービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している、番組でございます。ためたった今日はい、はい、ということで、今日はですね1月2発目です。はい、13日でございます。はい、1月13日はどんな日なんでしょうか。はい、歩みのトラスカルです。はい、はい、今日は、うん、ピース記念日。ピース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 じゃないんですよ。違うの違うの違うの、なんだなんだ、高級タバコピースあそっちかの記念日。こっちこっちこっち、はい、こっちじゃなくてこっちだった。はい、1946年、はい、昭和21年の、1月13日、うん、ピースが売り出されたことを記念して、うん、愛煙家が制定しました。うん、ピース記念日をね。あ、はい、愛煙家がね、愛煙家が制定したらしいです。はい、うん、値段は、当時、うん、10本入りで7円だったそうです。うんうん、はい、でまあ、日曜日祝日に1人1箱で限定で発売をされていたそうで、うん、はい、東京有楽町駅前店の売店では、うんうんうん、販売と同時に1時間で1000箱が完売した。すごいね、売り切れたそうです。だってあれもね、当時あれ1000倍公社やから。1000倍公社、うん、1000倍公社って昔、うん、あので今日本タバコって言ってるんだけど、うんうんうん、1000倍公社って言ってか、あの日本の国がね管理してたのよ、タバコ。あ、配給制だった。そう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 、まあまあまあ、まあ、うん、当時はね配給制だったりもしたんだけど、うんうん、あの戦時中とか配給制だったりとかしたんだけど、あの専売公社っていうところが、うん、その一手に買って販売をするっていう、そういう形だったんですよ、タバコってね。うん、だから俺ら日本タバコの前に専売公社で覚えてるから、ちっちゃい時。うん、はい、はい、はい、そしてもう一つ、はい、咸臨丸出航記念日です。うん、はい、来ました。はい、来ましたよ。はい、はい、江戸幕府の軍艦咸臨丸、はい、江戸品川沖を出発したのが1860年の1月13日とされております。はい、その咸臨丸には勝海舟、そうです、ね、船長としていました。で、福沢諭吉、はい、中浜万次郎、はい、ジョン万次郎ですね、そうですね、はい、あの憲兵使節が乗っていた日米修好通商条約の批准書の交換が目的で、はい、ありました。はい、日本人初の正式な太平洋横断航海でもあった船ですね。うんうん、そうですね。そう、そうなんですよ。うん、だからあの、まあ、もうこれも幕末マニアの私の出番のわけなんですけど、そうなんですよ。だから坂本龍馬のね師匠である、うん、あの勝海舟が、うん、船長ということでね、うん、この咸臨丸に乗って、アメリカサンフランシスコまで行くんですけども、うん、ずーっと船酔いで船室から出てこなかったっていうね、すごい話があるんですけどね。あいつは船長じゃねえってあのみんなから言われてた。すごい話があるんですけど、はい、はい、そうなんですよ。でも帰ってきてから軍艦奉行並みっていう、うん、あの役職でね、活躍した人なんですけどね、はい、そうなんですよ。だからあのペリーが来ましたよね。ペリーが来て、うん、あの日米修好通商条約っていうのを結ぶわけです、うん、結んであのサインをしたわけなんですけど、それはあくまでもあのアメリカが来て結んだやつね。で今度は日本側から、はい、確かに結びましたよっていう書簡を持っていくという役割で行ったわけです。うん、そうそうそう、これあの行ってそこで結んで終わりじゃなくて、うん、行ってあの返礼をするっていうところがあの本来その国際条約のねあれになって通例になってるんで、うん、まあそのために咸臨丸がね、アメリカを目指して品川を出航したということなんですよね。うん、でもね、当時のね船のあれでいくらそのまあねそれなりの船だとはいえ、まあその太平洋横断したってすごいことですよ。うん、本当に、ね、まああの何人もねその水夫さんがいてっていうところでもちろんやってはいるんですけど、まあその太平洋の大海原ってすんごい揺れるんで、うん、とんでもなかったと思いますよ。うん、そらあの船酔いにもなるわって俺絶対無理、俺絶対無理だって、あの何あの一回軍艦島行ったことあるんだけど、長崎の軍艦島ってあの東シナ海の方なんですよ。うん、あのだから外海に出ていくのね、うん、宇宙海じゃなくて、で外海に出ていった瞬間すんごいあれで、うん、もうあの
船にいた人ほとんどの人がもうゲイゲイ言ってるすごかったからね。あれ太平洋行ったらどんなことなんねやろって思うと、ちょっと本当船旅って怖いなと思いましたけどね、はい、いやいや、あのすごい日本人がね、うん、初めて太平洋を横断したと、はい、いうことですね、はい、はい、以上です。はい、はいはい、ということでですね、今日はですね、このプレゼンありかなしかなんですが、はい、なんとですね、なんと久々に挑戦者です。おやった。いや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 、しかも東京、うん、はい、ということでズームでね、対応させていただく形になるんですけれども、はい、はい、あの今日はですね、映画あっちこっちジャーニーっていうね、作品がありまして、この、松本拓也監督、はい、松拓さんがですね、自分でですね、プレゼンをしてくれます。はい、はい、あのズームですけどね、はい、プレゼンしてくれますんで、早速お呼びしたいと思います。それでは、松本拓也監督よろしくお願いしますということで、あっちこっちジャーニーの、監督でいらっしゃいます、松本拓也監督です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、はい、だいぶ顔が大きくなりました。はい、まあこのね、あっちこっちジャーニーという作品が、1月13日からね、シアターセブンで上映になるんですけれども、その、まあ、宣伝でですね、このプレゼンに参加されたと。もうね、久々のプレゼン、挑戦者ですから、はい、きっとものすごいプレゼンをしてくれるんじゃないかというプレッシャーをかけつつですね、はい、楽しく、10分間行きたいと思います。はい、はいはい、顔作ってる顔作ってる、さすが役者、主演もしてますから、はい、さすが役者ですね、はい、ということで、行きたいと思います。まずこのプレゼンありかなしかスタート。私ね、ピン芸人なんですけども、実はね、コンビ芸人だったんですよ。コンビ時代面白かったんだからな。あ、あれが一番失礼だぞ。こっち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 、満足取った後、俺の顔取れ。そう、うちの会社で作ってるキャンピングカーなんだけどさ、どっか車で旅に出て、いろいろとこう転々としながらさ、面白おかしくやってくんね。手伝ってくる撮影。ちょっと遠いところに住んでいる。お父さんのところに行きたい。めちゃくちゃ広い、このキャンピングカー。何やってるの、あなた。母ちゃんが楽しめるような場所にも寄ってみませんか。かっけーじゃん。実際受けてたら別の人生の。別の人生につながってる。隣の人生の俺はブレイクしてるのかもしれない。付き合ってくれませんか。あ、私本気なんだよ。かなある。うん、ちょっと待ってね。会社リストラされちゃって。確実に受けんのに。確実に受ける。大人、子供。ねえ、なんで人は自分が死んじゃいけないの。死んだらどうなるの。家庭なし、笑いなし。ほんとしっかり、マジでと思う。何これ。大人っていうのはね、敵から攻撃を受けるんだけど、身を守んなきゃいけないんですよ。大人ってなんか大変だね。 あっち、こっちが。じゃあね。ということで、はい、まずはですね、監督、どういう作品なのか簡単に説明していただいていいですか。はい、はい、あっちこっちジャーニー、105分の作品になっております。はい、こちらキャッチコピー、出会いとおさらばの旅ということで、うん、あらすじを今から読み上げます。はい、お願いします。はい、お笑いコンビを解散してピン芸人となった末松、後輩芸人からも面白くないといじられ、売れる気配は一向にない。ヘッドホンで音楽を聴きながら孤独に生きる日々。そんな時に6歳の女の子カナと出会い、動画配信の手伝いをしてもらうことになる。やがて末松は遠方に住むカナの父に会いに行くことを交換条件に、カナに旅の動画撮影の同行をお願いする。お互いの利害が一致した大人と子供、奇妙な二人の旅が始まるという、まあ、作品。いや、もう読み方もそうやねんけど、もうさすがの元芸人さんですよね。はいはいはい。10分あるんで、多少ちょっと、はいはい、
そうですね、尺使っとこうかな。いや、逆ですよ。案外10分少ないから。案外10分そこでもう2分ぐらい、2分ぐらい行ってますから。はい、はい。そうなんですよね。だからその芸人さんなんですよ。主人公が。でまあ、それを監督ご自身がされてるんですけど、でまあ、売れない芸人さんということで、で別れたコンビの人がいて、まあ、その人とのちょっと関係性なんかも実はちょっと出てくる。その別れたコンビの相手がまた榎本さくらやね。榎本さくらなんですよね、はい、そうなんですよ。あの、ね、真っ当な役者さんがこの現場で、はい、まあその、うん、解散して社会人になったっていう設定なんですけど、榎本さくらさんの、はい、で僕はピン芸人で残ってるお笑いで、はい、なのに実はその元相方が社会人やりながら動画、うん、動画でなんかネタを作ってたって、うん、まあ、話なんですけど、うん、 そうですね、そこでまあネタをさくらさんがやるんですけど、そうですよね、相当心折れたって、はい、あれでもね、いやあれね、だってカメラの前でリアクションがない中で一人でやってるっていう世界でやっぱ結構ハードいりますよね。そうなんですよ。でしかも僕が書いたネタがその桜さんのネタが外し芸なんで、うん、もう完全に滑り芸というか、もうそれをこうやってるピン芸人っていう設定なんで、うん、はいはい、まあ、その社会人しながら、ね、うん、なかなか大変な感じでしたねあれはね、はいはい、いやでもあれやっぱりね繰り返して見てるとだんだん面白くなってくるんですけどね、不思議なもんで。そうなんですよ、意外と結構言われるんですよあれね、あの意外と面白いよって僕は思いましたよね。、うん、あの今度榎本くんに会った時にあのやってって言ってみます。はい、あ、見たいですね。ネタやってくれ。この話ちょっとへこむんですけど。そうなんや、そうなんや、はい、まあ、あの榎本さくらはあの、まあ、この番組見てらっしゃる方はねもうご存知かもしれないですけど、まあ、トモルにもあの出演してくれていて、はい、いろんな映画のプロデューサーもやりながら役者としてもね、いろんな作品に参加されてる方なんですけども、はい、そうなんですよね。で、あのこの作品見どころというと監督としてはどこが一番の見どころですか？そうですね、まずそのまあロードムービーなんであっちこっちジャーニーって、うん、まあ、あっちこっちにも意味がいろいろ含まれてるんですけど、そうですね、はい、ジャーニーも、まあ、出会いとおさらばの旅っていうキャッチコピーの通り、うん、まあ、ジャーニー、まあ、旅とジャーネが、まあ、そのさよならの旅がかかっていて、はいはい、でまあその、まあ、その終わりのその終局に向けてこうキャンピングカーで旅していくっていう、これが、うん、でまあ、これがまあちょっと一直線に行けば、まあ、素敵なロードムービーなのかもしれないですけど、うん、結構寄り道寄り道というか珍道中に、ね、まあ、あえてしているところがあって、はい、でまあその乗り込んでくる人たちに日本人っていうだけじゃなくて、例えばネパール人の方だったり、はいはいはい、韓国人の方だったり、本物の皆さん、あの演技経験ゼロの方々なんですけど、はい、よく演技経験ゼロを使おうとしましたね。まあ、やっぱりその本物の魅力には勝てないなと思いまして。おお、なるほど。やっぱりネパール人のそのラムさんっていう設定もやっぱりちょっとミステリアスで、はい、なんか面白い人っていうのをやりたくて、はい、やっぱりどうしてもネパール人の方に出ていただきたかったと、はいはい、まあ、やっぱりその末松というのが冴えない、まあ、売れてないピン芸人なんで、はいはい、まあ、ちょっと対照的なちょっと素敵な女性で、はい、でまあ末松自身全く後輩にも女性にも先輩にも見向きもされない男が、正反対にまあ韓国人の方で素敵な方が現れるっていうのはとても物語がまあこの面白く転がるかなと思いまして。でその韓国人の方も演技未経験なんですよね。あ、そうです、はい、あの YouTuber の方ね、なるほどね。そうなんです。あ、割とでも自然な演技されてたんですよ。そうなんですよ。だからあの、ね、映画初めて参加されて YouTube は一発で撮り終わるのに、映画ってなんでこんな何回も撮るんだって言ってました。なるほど、なるほど。いろんな角度で、はいはいはい、確かにね、はい、撮り直しますからね、はい、まあそれはあのごめんなさい、あのカメラ1台しかないからごめんねって言うしかないですよ、ね、そうじゃない。まあでもだからといって何台も同時でやったらいいかというと、まあ光の加減とかいろいろありますからね、はい。でその方の韓国人の方の YouTube も1本あのメイキング動画が公開していただいてたんで、それ見たらひたすらの待ち時間があるっていうのをよく言ってました。なるほど、なるほど。で役者さんから待つのも仕事だよって言われてるシーンとか。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。まあまあまあ
確かに待つのも仕事なんですよね、役者はね、はいはい、まあ、準備が整わないとね。あとはその音楽でクロマニヨンズさん、あのロックバンドのそうザ・クロマニヨンズさんの曲が4曲入ってまして、これ僕だからね全くその情報なしで見てて、うん、あの、その主人公がねパチッててスイッチ入れた瞬間にクロマニヨンズが聞こえてきた瞬間、え、俺これ耳の錯覚かなってって言って、一発で分かりますもんね。ねえ、いやいや、河本ひろとの声はもう一発で分かりますよ。そうそうなんです。で、まあせっかくなんで、まあ僕大好きだったんで、はい、まあもう本当に全くコネクションもないですけど、うん、まあせっかくちょっと勝負作だったんで、はい、ちょっと やってみたいってことで、まあまあちょっとオファーというか、あの、はい、やり取りを事務所さんとさせていただいて、はい、まあ最初はその脚本とか映像を見てもらってみたいなとこから始まって、うん、で許可が下りたという形で、まあせっかくなんで4曲、まあその主題歌とかそういうことよりかは物語に絡んでくる4曲というか、脚本にこう沿った絶対この曲じゃなきゃいけないんだっていうものをせっかく好きだからこそ選べると思ったんで。なるほど。いやすごかったですね。だからしっかりとそのタイミングに欲しい曲がちゃんと乗っかってるっていうね、うん、形になってましたよね。はい、はいはい、だからすごいね、見てて何やろう、いろんなことが展開されるんですよ。すごい、そのあっちこっちの意味もそうなんですけど、うん、その、別れたコンビ別れして社会人になったその、元相方っていうのがこの物語の中にもものすごく関わってくるんですけど、でこの旅の中でもこの人がどう関わってくるかっていうところがこのお話のねポイントになるんですよね。まあ、あんまり細かく言うとネタバレしちゃうんであれなんですけど。まあそのちょっとギャップというか、まあ、片や社会人になった、片やまあ芸人まだ続けてるピン芸人でより売れない、でまあそんなやつがまあ誰にも相手にされなくて唯一すがりつくのがまあ6歳のその女の子の主役のもう一人で、だからそこが結構ちょっと物語のその肝というか、もうやっぱり情けない大人が子供に何とかこうお願いして、で旅をこう続けていく、でしかもその2人には運転できないから運転する人も見つけなきゃいけない、ね、そうなんですよね、はい、とにかくやっぱその欠けてる人間たちがこういかにこう人に助けられて旅をこう存続させるかみたいな、でまあそうですね、その最後にまあ一応生きる死ぬについてのテーマが壮大なんですけど、残り1分だそうです。残り1分です、分です、はい、あ、そうなんですよ、おめで、はい、いや、これが生きる死ぬについてがすごいですよ。またゆっくりしちゃって。1分ですよ。なのですごい、ぜひ最後どうなっていくのかっていうのはもう本当エンディングは特に皆さんからいろいろ感想をいただけるんです、はい、うんうんうん、そうですね、エンディングがね、エンディング の示してる意味がね、どういう意味なのかっていうところが、はい、まあ、このタイトルとものすごく関わってくる作品にはなるんですけども、うん、はい、ぜひねこのプレゼン成功したいですし、一人でも多くの人に見ていただきたいと思っております。はい、ということでこれがですね、13日からシアターセブンでありますので、はい、ぜひたくさんの人にね見ていただきたいなと思います。あと15秒です。あのお笑いのネタも僕全部書いてまして、ピンネタから全て書いてまして、まあもちろん物語に沿ったネタなんで完全なお笑いネタっていうよりも脚本上に沿った脚本のためのネタという感じなんですけど、そこも一つの見どころになっておりまして、ぜひクスクス笑っていただいたりとか、はい、はい、ということで時間来ました。終わりました。はい、はい、久々の緊張感でしたね。ちゃんと終わんねやろかってドキドキしながら久しぶりに見てましたけど、はい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 、お疲れ様でした。はい、言い切りましたか、もうなんか言い残したことはないですか、大丈夫ですか。いや、もう見に来てください。お願いします。もうそうですね、もうそうですね、それが一番ですよね。はい、でそうなんですが、まずは、はい、丸か×かということですので、ね、はい、モザイクかけるかかけないか、いや、そういうことです、そういうことです。はい、はい、ここからですけどね、ここからモザイクがかかるかかからないかなんですけども、はい、はい、ぜひ、まずはいきたいと思います。はい、はい、それではこのプレゼンありかなしか判定。うんうんうん、おお、はいはいはい、歩き優しいな。いや、芸人やから別に罰でも大丈夫。そう、芸
芸人やからこっちかなと思ったけど、うんうん、いやでも多分面白そう面白そう、うん、見てみたい、見てみたいから、なるほど、見てみたいが勝ったということでした。はい、よかったです。いや、ありがとうございます。あの丸出たまんまのモザイクでもいいです。あ、うん、あの遊んどきます、ほんだら、はい、遊んどきます。はい。いや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 、でもね、本当ね、あの何やろうな、あの不思議な物語なんですよ。あの前編不思議です、正直言って。あの空気感が非常に不思議です。はい、あの普通の映画やと思って見に行ったらちょっと違うと思います。あのすごい不思議な空気感なんですけど、あの常にね、あの緊張と優しさが隣り合わせにある不思議な映画なんです。はいはい、なので、そこのところをですね、見ながら楽しんでいただけたらいいんじゃないかなと思いますね。だから、あの最初は確かにあの売れない芸人が後輩からいじられたりとかいろいろね、されてるところなんか見てて、なんかええー、っていう感じにはなるんだけど、でも実は彼ら彼女たちにもそのいじることによって愛を表現してるっていう部分もあるというのが後で分かってくるみたいな話もあるんですよね。はい、まあその辺ですね、映画を見て確認していただければなと思います。で、監督なんかもう一個あるんですよね。あ、そうなんですよ。実はあのあっちこっちジャーニーが、まあ、2022年に撮影したもので、はい、その1年前、2021年に撮影した、はい、ラフラフ大という作品がありまして、はい、でこのラフラフ大とあっちこっちジャーニーはちょうど去年新宿ケイズシネマで公開、4月にラフラフ大やって11月にあっちこっちジャーニーやったんですけど、はいはい、このラフラフ大、タイミング的にも新作なので、はい、あっちこっちジャーニーと一緒に今上映してくださる映画館が結構こうちょっとずつ増えてきてまして、はいはい、でなんと大阪のシアターセブンさんの方でも、うん、13日と14日最初の日と初日と2日目、はい、土日だけラフラフ大も一緒に、あ、一緒にねやるっていうこと。あ、なるほどなるほど、はいはいはい。え、ラフラフ大は短編なんですか、はい、短編なんですか。あ、ラフラフ大も長編で99分。お、結構あるじゃないですか。はい、そうなんですよ。でこれもあのシアターセブンさんの方で昼間の時間帯にこう2つ続けて見れるように設定してくださる、はい、なるほどなるほど、うんうん、で2本まとめて見ると安くなるっていうのもやってくださる。なるほど、すごいな、シアターセブンすごいな、はい、でこの2本が一応今決まってるのが、あとは4月に名古屋の方でも、じゃあの劇場が終わったらぜひあのこのマテリアルもね、あのマイクロシアターということで、はい、あのミニシアターよりちっちゃい、あのでもスクリーンはしっかりしてるシアターだよってことで、あのマイクロシアターってことでやってるんで、はい、よかったらあの劇場公開が終わった後あたりでこちらで上映されたら面白いんじゃないですか、はい、いいですか。いや、もうあのやりたいと思っていただくんだったら、はい、全然、はい、ということでですね、はい、今日はですね、映画あっちこっちジャーニーの、はい、松本拓也監督にプレゼンしていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということで次、あゆみ。はい、本日の情報です。本日13日ですね、はい、マルキリマルキコシ沖縄戦の図全14部の上演になります。はい、はい、2日目ですが、はい、はい、今日と明日とまたございますので、ぜひぜひ皆様お越しくださいませ。はい、ぜひ見てください。はい、ドキュメンタリー映画です。はい、はい、料金は1500円プラスワンオーダー制となっております。お時間の方はホームページの方確認ください。はい、お願いいたします。はい、そしてね、土日ランチ、はい、月1土日ランチ、やっておりますので、はい、ぜひぜひ今日ですね、はい、まだ少し空きがあるのかなって感じなので、はい、まあ、14日はちょっと満席となってますので、はい、うん、販売しております。はい、13日本日、はい、土日ランチやっておりますので、はい、お越しください。はい、お願いいたします。はい、そしてですね、1月の、ショートムービータイムですね。はい、はい、次が17日にございます。うんうん、17、18、19、はい、3日間連チャンでございますので、はい、ぜひぜひ18時30分、うん、19時30分、はい、20時30分と、うん、それぞれ上映しております。はい、はい、はい、お越しください。ラインナップ、うん、言っておきましょうか。はい、はい、難波のぞむ監督のおとぎねまの、はいはい、大橋貴之監督の押し入れ女の報復、うん、そして、
幸せの形、はい、こちら別々でね、はい、出演しております。そして野本監督の、はい、私がパンツをあげたなら、はい、と私が発芽する日、こちら2本一緒に上演します、はい、そしてもう一つ初めての海、私は渦の底から、はい、野本監督の、はい、こちら2本同一緒に上演します、はい、そして日浦明の監督の、はい、僕たちのフライミートゥーザムーン、はい、と大きな霧の歌、こちら両方2本、はい、ちょっといじりました僕、うん、お僕たちのフライミートゥーザムーン昨日言いましたけど新しい感じで見れる、ちょっとだけ聞こえやすくなってるとかそういうレベルですね、はいはい、そしてトモルですね、はい、最新作のトモルの方も上映させていただきますので、はい、ぜひね、いつ何をやっているかっていうのはねホームページの方ご確認ください。お願いいたします、はい、そして、うん20日、1月20日はラクザライブ、はい、今回コスプレライブですが、うん、ソールドアウトしております、ねね、はい、ありがとうございます、はい、またね、何月8月 春ぐらいかな今ライブがあるのかもしれませんので、はい、ぜひぜひ、はい、お問い合わせくださいまたね、はいはい、そして、1月の24、25で、はい、マテリアル演劇シアター、おー、はいはい、19時30分からございます、うん、今回はバブレルリブルさんの、うん、作品を上映させていただきますので、はい、ぜひ皆様お越しください、はい、またね詳しい情報に関してはサイトの方をご確認ください、はい、お願いいたします。はい、そして1月26日、うん1月からねまたマンスリーで帰ってきます、うん川本貴博監督のカバー、はいはいはい、上映させていただきます、うん、毎月第4金曜日の定期上映になりますので、うん今回ね19時30分に時間を変更して上映させていただいております、うんはい、そして料金が1500円プラスワンオーダーとなっておりますので、うん、よろしくお願いいたします。はい、はいとりあえず以上です。はい、はい、言い切りましたね。はい、はい、じゃあ続いていきますよ。はい、今日のグッチョイ。今日のグッチョイは、はい、ショートムービータイムから、はい、日浦明博監督の作品を紹介したいと思います。はい、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 ありがとうございます。はい、はい、そうなんです、ね。僕たちのフライミートゥーザムーンが何年前？はい、ね、作ったのが2016年です。もう7年前、まあ8年ぐらい前。ですかね、はい、だからこれも大阪部さんとかと一緒にやってたんですけどね、実は、シナリオセンター大阪校っていうところがあって、でそこの40周年記念で8分間のショートムービーを9本作るっていうのがあって、でそのうちの1つだったんですよ。で9番目のチームで作ったからチーム9っていうのが作ったっていうふうになってるんですよね。あ、それがまだ残ってるってこと。そうそうそう。でそのチーム9にいた人がまあまあ僕が中心になって、うん、そのままチームの名前残して、うん、脚本家主題やってるっていう感じなんですけど、でということなんですよね。でそこで作ったまあ8分のやつをちょっとだけ削ったり足したりして9分ぐらいにしてるんですけど、はい、今は、はい、うん、西成ジャズっていうね、うん、今でももちろんやってらっしゃるんですけど、うん、もう何年ぐらいだろう、十何年続いてるジャズのムーブメントがあるんですよ、うん、そう西成ってほらなんか労働者の街とかね、うん、なんかそういうイメージあるじゃないですか、うん、でなんだけれどもジャズって結構西成に合うんじゃないっていうので、うん、難波屋さんっていう立ち飲み屋さんなんだけど、その奥にライブスペースがあるんですよね、うん、で その難波屋さんで西成ジャズが始まったんですよ。ほんだらもうね、西成ってやっぱね今でもカラオケ居酒屋とかすごいいっぱいあるんで、はい、歌が大好きな人たちがいるんですよ、うん、でおっちゃんらがねジャズ聴きに来たけど、うん、何歌うてんにゃ分かれんわ、英語なんか分かれんわ、おらって演歌歌え演歌っつって叫んでたらしいんですよ、うん、ところがそれをねジャズマンたちがアドリブの演奏をバーバーバーってやり始めて、おっちゃんが黙ったら、すごい、逆にうわーってなって、うん、すごい受けたと、素晴らしいと思ったの。そう、うん、でそれをねやっぱ続けていくとだんだんおっちゃんらがなんか、うん、やっぱジャズをあえて聞くようになったっていうところがあって、まあもちろんおっちゃんらだけじゃなくて、うんうん、会社帰りのサラリーマンの人とかもね、うん、辺は会社もいっぱいありますから、うん、そういう人たちも、やってきて聞くようになり、うん、十何年続いてる。まあ、今は難波屋さんからちょっと離れて別のところでもうすぐ新間宮駅のすぐ近くの大石の交差点、この間やった、あそこもうないらしいけど
スペースハウスはもうないらしいんだけど、であそこのすぐ隣ぐらいの隣っていう、ありますありますね、うん、あの宮本武蔵の、交差点側の方、うんうんうん、より駅に近い方、駅に近い方、そうそう、そこが実はあの今本拠地になってるんですよ、西田選手。前は南波屋さんが本拠地だったんですけど、でその南波屋さんを借りて、南波屋さんで、西成ジャズの歌い手さんが、まあ、あの話に絡んでくるお話という形で作らせてもらったんですよね、はい、で「Fly Me to the Moon」というジャズの、ね、スタンダードナンバーをメインに据えて、物語を作らせていただいた、まあ、母と子の愛情物語なんですね。はい、まあ、ぜひ見ていただきたいなと思いますけども、それと一緒に、はい、同時に上映するのが、まあ、大きな金額ですね、はい、まあ、こちらもあの、日本移植支援協会さんと一緒に作らせてもらった臓器移植をテーマにして、はい、まあ、こっちも、まあ親子の情というかですね、うん、まああのその心臓移植を待ってる女の子と、その子を応援したいと思う、水泳選手になりたいと思って頑張ってる男の子って、この2人の出会いによって、まあ、いろんな運命がこう、絡み合っていくというお話になってるんですけどもね、はい、まあ、ぜひ大切な人と一緒に見てほしい、うん、あの脳死の問題とかもあるんで、これがねやっぱりね、あのドナーカードがあるから解決されるんじゃなくて、やっぱりその本人の口からどういう思いでこれにイエスに丸つけたんかとかいうのを聞いてるのと聞いてないのっていうのは全然違うじゃないですか。だから事故に遭って脳死ですって言われてドナーカード出てきたでってやっぱなっちゃうんで、そうならないようにするためには先にまあこの映画見ていただいて、まあお互いにそういうお話しとくっていうことが大事じゃないかなということで。急にそういう話ってできないから、できないできないできない、うん、できないから、これをきっかけにそういう話をしてもらえるきっかけになったらなって、ね、うんうん、はい、そうですね、まあ、その意味でも、うん、まあ、たくさんの方に見ていただきたいなと思っております、はい、はい、まあ、こちらでも上映してるんですけど、来週もね、八尾で、上映しますんで、はい、20日にプリンズムホールに、来ていただいたら見ていただける感じにはなりますけど、はい、はい、そんな感じでございます、はい、はい、はい、ということで今日のグッドボーイでした。はい、ということで、エンディングでございます。はい、なんか今日ね、いろんなアクシデントがいろいろと重なってやってる方はねなかなか面白いですね。はい、もうね本当にね、もうちょっとで倒れる人もいるんで、さっさとエンディング終わらせたいと思うんですけど。はい、はい、来週が、はい、もうさっきも言いましたけど、これですこれです、うん、これです、はい、これですよ、はい、これですよ、はい、はい、もうね、ともる上映会、映画ともる上映会、アット八尾プリズムホールです。はい、12時からスタートでございます。いろいろね、江本桜さん出てますよ、出てます、ね、出てるんです、もうあっちこっちジャーニーにも出てた江本桜くんが出てます。はい、はい、そうなんですよ。で、ここでもやるんですけど、大きな気になりたいも同時上映でね、トモロと一緒にご覧いただけますんで、もうめちゃくちゃ安いです。1200円ですから、はい、前売りで1200円、当日でも1600円ですからね、めちゃめちゃ安いんで、しかも大抽選会がで、その大抽選会にはマテリアルの、での鑑賞券も入ってるんでね、はい、そうなんです、もう太っ腹ですから行きますから、はい、ぜひ来ていただいて、ゲットしてください、はい、というのがありますので、ぜひぜひ来週来てくださいということだけは伝えさせてください。はい、こんな感じでございます。はい、ということで、まあ、来週再来週とまたねいろいろと企画ございますので楽しみにしておいてください。はい、では今日はどうもありがとうございました。また来週。